はいどうも、弱小菅原の高田です。今日はですね、ドンキホーテの方にやってきました。ドンキです。というわけで今回ですね、何をやっていくかっていうとですね、実際商品をですね、仕入れる際のデータの見方ですね、ここをね、解説していきたいなというふうに思っております。っていうのもやっぱね、これからセドリ始めていく人って商品を仕入れるって結構ね、恐怖というか、やっぱ一回ねお金支払って商品仕入れていくと思うので結構怖いと思うんですよ。で、僕自身も最初ね、本当に副業時代ですね、セドリやり始めた頃、なかなかねセドリの仕入れブロック的なのがかかってて、なかなか一歩踏み出すことができなかったんですよ。でも今回ですね、あのアマジャックっていうですね、商品の過去のデータが見れるねツールがあるんですけど、ちょっとそれを使って、どういう商品なら絶対売れるんで仕入れても OK とか、どういう商品は絶対スルーしましょうみたいな、そういうところをですね、ちょっとね実際店内の方入っていって解説していこうと思いますので、これからですねセドリを始めていって、もう絶対失敗したくないみたいな、赤字を出さずにしっかり利益出していきたいっていう方は、ぜひこの動画見ていただいて、このデータ攻略っていうのをですね学んでいただけたらなと思います。というわけでちょっとねやっていこうと思います。それでは行ってきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとねお店の方やってきたんですけども、仕入れてもいいかなっていうような商品をちょっと見つけたので、ちょっと紹介していこうと思います。これね、ショーケースの中にあるんですけども、この中のこちらですね、エヴァンゲリオンのフィギュアになります。はい、初号機ですね、めちゃくちゃかっこいいですね。でエヴァンゲリオンの中でね、僕は初号機が一番好きなんですけども、ちょっと置いといて、これが今ですね、これちょっとアマコード使ってるんですけど、今アマゾンのカート価格が6316円になっております。でここにねランキング書いてあって、7万1380ってやったんですけど、で僕は基本的にこの商品のアマゾンランキングが2万円以上でしたら、ちゃんとね過去の波形を見ていくので僕はおすすめしてます。はい、で実際ですね、利益計算してみると、大体1個あたり293円ということで、300円弱ですね。利益率的にはそんな良くはないんですけども、300円弱利益が出るなら回転率次第仕入れてもいいかなと思います。じゃあね、波形ちょっと見ていくんですけど、こちら、これアマジャックっていうねアプリがあるんですけども、これねちょっと波形見ていくと、これがね1ヶ月の波形になってて、これくらい売れてます。はい、大体10回くらいですね。はい、10個くらいこの商品で売れていってると。で出品者数は今9人いらっしゃいます。で、Amazon の購入画面なんですけど、これねちょっと見ていただくと、これですね、新品の出品者これからいて、で今最安が6342円ですね。これが今2人いるという形になります。もしこれが最安の出品者がここずらって並んでいたら、これ自分の番が回るまでめちゃくちゃ時間がかかるんですよ。このカートに追加されて売れるっていうところにかなり時間がかかるので、またこれは2人しかいらっしゃらないので、これデータ見てみると、これ10回くらい売れてるので、ここに僕が追加したら、大体月に2個くらいは、このランキングだったら売れていくかなという形になってくるので、こちらの商品は2個くらい、今仕入れても大丈夫かなという形になってきます。っていう感じで、これデータと出品者数と、価格差とかもちょっと含めて、この仕入れるか仕入れないかっていうのをちょっと判断していっていただければなと思います。はい、というわけでちょっとね次やってきたんですけど、こちらの商品になるんですけども、これはですねパンデミックっていう、ボードゲームで、仕入れが4378円ですね。これちょっとね、在庫がなくて仕入れできない感じなんですけど、ただねこの商品ね、店舗にあったら即仕入れっていう商品になってきます。僕もね過去に何度も仕入れてきた商品なんですけど、これね、ちょっとまたアマコード見ていくと、カートが5980円ですね。これ仕入れ計算をしてみると、1個あたり564円利益が出るという形になってきます。ランキング見ていただくと、これ13794円ということで、これくらいのランキングだと正直もうかなりバキバキに売れてます。で実際ねこれ波形見ていくんですけど、こんな感じで見ていただくと、1ヶ月の波形でこれくらい売れてます。これギザギザしてるのに全部売れてますね。はい、これ多分ねツールの都合上ねこんな感じで出てると思うんですけど、多分ねもっと売れてますこの商品。はい、多分1ヶ月で100個くらいは売れてるような商品ですね。それくらいねこのパンデミックっていうね、このボードゲームめちゃくちゃ人気の商品なので、こういうですね明らかにバキバキバキって売れてるじゃないですか。こういう商品を見つけた時、最初だと仕入れても大丈夫かな、売れるのかなみたいな気持ちになると思うんですけども、ただね これくらいね本当にバキバキ売れてたら、もう僕が保証するので絶対仕入れてください。はい、必ず売れていきます。はい、っていう形でこれくらい波形が動いてる商品はもう即仕入れて売っていくっていうところをですね、ぜひ意識していただけたらと思います。はい、というわけで、ちょっとね次なんですけども、こういうボードゲーム的なコーナーにやってきました。でこちらなんですけど、これねちょっと見てもらってちょっと見にくいんですけど、ここね寿司トランプっていうのがありまして、
これが今ちょっとプレミアになってるんですよ。これね、仕入れが880円ってことなんですけど、アマコードで見てみると、2200円になっております。でこれ利益計算してみると1個あたり781円という形になります。まあ、あの880円仕入れで700円以上利益出るということで、もう利益率的にはもう仕入れとしてはもう全く問題ないような形になってくるんですけど、やっぱ重要なのは回転率ですね。いかに売れていくか、ちょっとね、それ見ていくんですけど、ちなみになんですけど、これデータのね、アマジャックを使うときですね、結構使いやすい使い方が、アマコードのこのね、なんか電撃みたいなのがあったんですよ。これポチッと押してもらうと、電脳セドリっていうね、ちょっとしたツールみたいなのが出るんですけど、ここで A 芯がありますね。これをコピーしていただいて、ここでですね、こう売ってもらうと。じゃあですね、この商品の波形が見れるという形なので、ぜひちょっと参考にしていただければと思うんですけど、まあ、これで、ね、ちょっと見ていくと、ちょっと売れ行きがね、そんな良くないというふうに思うかもしれないんですけど、これ全体で見たと出品者が途切れ途切れなんですよ。出品者が途切れ途切れで、これ見てもらったら、これ出品されたらこれストンって一つ下がってくるのかもしれない。でまた出品されたらこれ一つストンって落ちて、でここでまた出品されたら売れてるみたいなっていう感じで、これ結構出品されたら売れるような商品になってくるわけなんですね。はい、だからまあランキングね、これ7万位なんで回転率的にきついかなっていうふうに思うんですけども、こうやってちょっとデータを見てみると、あ、出品者が少ないだけで出したら売れるんだね、そういう商品もあったりしますので、一番最初の段階にそこの見分け結構難しいかなと思いますので、しっかりね、こういうアマジャックとか、まあ、キーパーとかでも OK なんですけど、そういうねデータを使いながら仕入れ判断っていうのをしっかりとやっていただけたら、ライバルが普通仕入れないような商品も仕入れできるようになってきますので、ぜひ、ね、お試しいただけたらと思います。もう次ですね、このコーナーで結構ね安い商品が多くて、まあ、ちょっとねリサーチしていたら、この商品の仕入れが2500円になってて、で今 Amazon が9979円になってます。で仕入れ計算をしてみると1個あたり3039円利益が出るという形になってて、これ一見ねめちゃくちゃ利益出るじゃんっていうふうに思うんですけども、でもねこれねちょっとねデータを見ていくんですけど、まずねこれランキング書いてないんですよ。このハイフンってなってて、このハイフンってやってるものって、これちょっとアマジャックのね、データなんですけど、まあこれキーパーでも一緒なんですけど、これこんな感じになるんですよ。データがありません。要するに、売れてるかどうかっていうところの、まあデータ的なところがもう出てこない商品になるんですね。で、しかも、これ見てもらったら、これ評価、ここ、星のね、マークがあると思うんですけど、これ0ってなってるじゃないですか、星のところ。で、0ってことはこれ評価もついてないんですよ。ってことは、この商品ですね、おそらく売れてない可能性がめちゃくちゃ高いです。もうレビューも0件で、データも出てこないってなると、まあ多分売れてないし、売れてても売れてるかどうかの判別がつかない形になってくるので、で一番最初からですね、じゃあテスト仕入れで仕入れてみると結構ね、ここら辺は難しいかなと思いますので、こういうのはね、もうスルーしていただくのが一番いいかなと思います。まあ、せっかくね、店舗とか来て3000円とかね、利益出たら仕入れたくなるんですけど、そこはね、グッてこらえていただいて、こういうのちょっとスルーしていくというふうな判断をしていただくことで、セドリの失敗、まあ赤字ですね、究極に減らせるような形になってきますので、こういうね、データが出てこない、レビューもついてないって商品は、もう絶対仕入れないというふうに思っていただきたいと思います。はい、というわけで、今回ですね、ちょっとドン・キホーテの方に行ってきまして、この商品のね、データの見方っていうのをですね、ちょっと解説させていただきました。今回のお話まとめるとですね、まあ、そのね、商品のね、過去のデータどれくらい売れてるかなっていうのをしっかり確認しながら、まあ、商品のね、出品者の状況っていうのもしっかり加味して、データが動いてたら仕入れて OK とか、動いてなかったら全部 NG っていうわけじゃなくて、商品のデータとかを全体的なところを加味して、仕入れ判断っていうのをやっていただけたらなと思います。で、実際ですね、まあ、この動画見終わった後ですね、次のステップとしては店舗に行くっていうところになってきます。っていうのもですね、僕自身もね最初そうだったんですけど、 YouTube だけ見て、あ、なるほどねで終わってたら、やっぱなかなか前に進まなかったりするんですよね。僕もね結構そういうので、なんか店舗行くのめんどくさいなとかっていうのがあって、もう3ヶ月4ヶ月とかずる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 行ってました。でも実際店舗に行って、実際ね商品手に取って見てみるとかっていうのをやるだけでも、ぐんって自分のね、セドリの経験値が上がって、それが自分のですね、本業とは違う収入の柱だというふうになってくるかなと思いますので、だからぜひですね、実際ちょっと行動を起こして、まあ、自分のですね、理想の未来を叶えるためにも、店舗に行ったりとか、電脳でリサーチしたりとかっていうところで、行動に移して取り組んでいっていただけたらなと思います。
で実際セドリやっていく中で実際店舗に来たけどなんかどうしても利益商品見つからないなとかこの方向性で合ってるのかどうかわからないなみたいな自分がやってることが合ってるかわからないなみたいなところでやっぱつまずいてしまうところって絶対出てくると思うんですね。でその際は YouTube だけ見ててもやっぱね難しいところもあるかなと思いますので、ぜひねあの公式 LINE の方に直接ご相談の方をいただけたらと思います。ご相談いただけたらですね直接 LINE の方でアドバイスなんかもさせていただいておりますので、ぜひお気軽にご相談の方いただけたらなと思います。というわけで、こんな感じでこれからもまずは副業で背取り始めていってゆくゆくは脱サラしてやるぜっていうねそんな方に向けた背取りの動画っていうのを発信していこうと思ってますので、ぜひ背取りについて勉強したいとか背取りの本質を学んでいきたいっていう方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。